こんにちは。同じ服を着てるっていうことは同じ日に撮ってます。まあ関係ないですけど、さっきですね、コンタクト入れるときに、これね、なかなか僕今年は一回もね、まあ何年かに一回あるのかちょっと覚えてないですけど、それぐらい、もしかしたら やったことないんじゃないかっていうぐらいのですね、間違いを犯しましたね。僕右目からコンタクト入れるんですけど、右目入れるときに、なんででしょう、間違って左目に入れちゃったんですね。もう今までおそらくですね、何千回と繰り返してきたこのコンタクトのを入れる作業、間違えました。右目に入れようと思って左目に入れちゃった。ちょっとね、これはね、やばいですね。これはもう老化現象かもしれません。記憶にないですね。それで今度は僕カードなんですけど、何年か使って、何でしょう、買い直すときに右目と左手間違って入ってないかなって思ってよく聞くんですよ。よくちょっと多分聞いてるんですよ、毎回。右目と左目間違ってません、僕のやつって。そしたらね、間違ってませんって言われるんで、結構ね、やっぱ習慣づいてるんですね。右目が入れて、左目入れて、外すとき右目外して、左目外してみたい。で、ちゃんとケースに右目、左目って入れるのが、ちゃんとできてる。すっごい酔っ払ってやってても間違ってないんです、今まで。右目と左目が入れ替わっちゃったりしたことないんですよね。その今日ね、お酒入ってないのに、さっき間違っちゃった。なんですかね、年は取りたくないもんですね。はい。でですね、今日なんですけど、今日はね、あれですよ今日はあれですよっていうか、右左これね、これなんででしょうね。右左こっちよりもね、早くできない人が多い。すごい、なんか今心当たりある人いるかもしれませんけど、僕もね、右左より右左左の方がやりやすいんですよ。でダブルストロークとかも、なんて言うんでしょう、長くやってて疲れるのは右手なんですよ。右手ってね、ダメなんですよね。力んじゃうんですよ。それで左手は、これ前も言いましたけど、左手はもともと不器用なところから一生懸命こう練習してですね、ある意味正しい振り方で成長してきてくれたんですけど、右手はね、結構わがままで、ある意味我流なんですよ、ね、変に器用で、右手の方が持久力もあって筋力もあるもんだから、ちょっとね、変な振り方になってると思うんですよね。それをね、ちょっとね、普段から頭に入れてですね、練習すると少し変わってくるかなと。もうね、自分の無意識なところなんで、右腕無意識に力入ってるぞと思ってさらに抜くように気をつけると、いろんなことができるようになったりとか、音質が変わったりとか、もしかしたらテンポも上がったりとかするかもしれませんので、やっぱり右手って何でもできてると思ってるから、あまりいじらないね、グリップとかね。でももしかしたら右手できてないのかもしれないと思って、グリップチェックしたりとか、もしかしたら左手の方が正しいのかなみたいな、左手のちょっと真似して振ってみたりとか、そういうことをね、するのが大事なんだなって、いつも思ってます。本当です。嘘じゃないです。嘘つきそうな顔してんなって思ってるかもしれないですけど、これは本当です。これはっていうか、本当ですよ。本当にそう思いながら、いつもで、やっぱりね、生徒さんに教えてるとね、こう自分も勉強になるんで、生徒さんこうなってるけど俺もなってないかなみたいな、そういうの考えながらやってます。これも本当です。嘘じゃないです。それでね、打ち方なんですけど、僕の場合右手
やっぱねこれタタ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 のリズムをコントロールしないといけないので、うん、指は絶対離さない。勢いでやっちゃうとその2個の音の音質が変わっちゃいますから、勢いでこう力の振る力の入れ具合で2個速くしたりとか遅くしたりとかじゃなくて、やっぱね指ちゃんとつけといて、ちゃんとコントロール、リズムコントロールできないといけないので、指はねやっぱ離れないように、指が離れてもコントロールできるならそれはいいと思いますけど、例えばあの中指離れてんだけど俺は親指と人差し指でコントロールができてるんで、コントロールできないわけじゃないんで、こうやってゆっくりとか速いのとか、この2本の指だけでもできると思うので、もしそれでちゃんとコントロールできててリズムにも対応、いろんなテンポに対応できて、音質も揃ってるんだ、別に他の指離れてても別に関係ないと思うんですけど、基本的にはついてた方がいいかなと。はい。あと練習するとき右右左で練習してもいいんですけど、あのね拍の頭にね来るものってね、どうしてもねちょっとだけ力入っちゃうんですよ。頭にこう合わせようとするからタタ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 、だからダブルストロークとかもこう右スタートでタタ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 タってやるのもいいんですけど、6連で練習したりとかタタ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 タワンツースリーフォーワンっていう感じでやると、右左ってあの拍の頭が交互に来ますから、少しねあの力がね抜けるんですよ。あとリズム的にもあのトリプレット系の3連系のリズムで練習すると少しあの力抜きやすいのでおすすめです。あ、だから戻りますけど、タタ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 、これ左からスタートしてタタ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 、左が主役で右は何て言うんですかこれ、左が主役、右はちょっとあの装飾的なっていうか、なんて言えばいいでしょう、こっちが主役で右手は脇役みたいな、でも重要な、なんかまあいいや、うまく言えないんでタタ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 、左スタートでやってみると意外にね右手ちょっと力抜けるんですよ。これぜひやってみてください。右からやると右に集中しちゃうんですけど、左スタートやると左に集中するんで右手ね少し力抜けるんですね。で力抜けるとあれなんかちょっと今までと違うなって、なんか気づきが出てきたりするので、そうするとなんかこう何かをこう新しく得る時のヒントもしくはきっかけになる、おすすめです。それで、まあ、これよくレッスンで例えば右左左やって、して右右左足したら6ストロークロールだよみたいな、確かにそうなんですけど、連続でやるとき1回だけだったらいいんですけど、連続でやるときはまた別にちゃんと練習しないとできないっていうお話を一応最初に違う、こういう練習した時にしてるんですね。しかも左手の方が難しい。左手ねアクセントの音を打って、まあ、この形でやるとしたら6ストロークロール、これでやるとしたらですね、左手のアクセントの後小さい音2個打つまでに左手はね音1個しか、右手1個しか入ってないんですよ。でも右手はアクセント入れた後にちっちゃい音2個打つときに左手2個入って、ほら2個入ってからちっちゃい音2個、ただね結構左手の方が大変なんですよ、6ストロークロール連続は。これはこれでねあの別なんですけど、まあ、一応あのレッスンの時に必ず付録みたいな感じで話すんでちょっと話してみましたけど、はい、というわけでですね、今日は右右左の練習の仕方、頭からやるのと左スタートやる、両方練習、これ右左左、これねフィルでもよく使うしリズムの中でもゴースノートとかで結構使うので、左手ちょっと器用になってくると、それでねだんだん上手になってくるっていうのもあるんですよね。はい、というわけで今日はですね、コンタクトを間違って右目に入れるやつをなんでか分かんないけど左に入れてしまったっていう老化現象を紹介しました。
ありがとうございました。